今泉清志穂は、日本の男性アナウンサー、ジャーナリスト、ライター。福岡放送アナウンサー、報道記者、フリーアナウンサー、青森テレビニュースキャスターアナウンサー。青森県青森市生まれ。身長160センチメートル。青森市立筑田小学校、青森市立沖立中学校、青森県立青森高等学校卒業後、国立国会図書館職員をしながら。 青山学院大学文学部第2部を卒業。大学4年時に就職活動をしたいという理由で FBS を受験し内定を得たことで国会図書館を退職し1991年に FBS へ入社しアナウンサーとなる。ズームイン、朝などを担当していたほか、報道記者やドキュメンタリー番組のディレクターとしても活動していたが、 体調を崩したため1998年に退社。退社後はフリーとして活動する。2008年、講師派遣サイト、講演依頼 .com に講師として登録。アナウンサー活動のほか、医療に関する講演活動や、ウェブコラム発表も行う。2011年6月、地元 ATV へ入社。入社へのきっかけについて、 母の病気や東日本大震災で地元への思いを強くしたことなどを明かしている。10月から ATV ニュースワイドのメインキャスターを2015年4月の最終回まで務めた。地方開催の国体等に足を運ぶなど長年にわたってのフィギュアスケートファンであり、自身のブログでもたびたび話題にしている。ねぶた市の林博史会と山形県南陽市にある。 東の麓で日本酒の天弓を作っている当時の真理は高校の同期にあたる。フリー時代に口述する花丸マーケットにレギュラー出演していたため共演者の一人である岡江久美子の不法の際には今泉も自身のツイッターで岡江との思い出話などを語った。いずれもウェブサイト上、当時のアドレスは アナウンサーの生命保険なるほどコラム、清志保の生保からもリンク。ありがとうございます。